足でよしる言葉の意味を分かってるのか落ち出し奪いになってくる大きく見せてるところは可愛いそのツケをどこに持ってくるの自慢話を聞きに来てんじゃないあなたは私をどうしたいの時間だってねただじゃないんだし響かない言葉並べないで惨めなところ見せないでこのまま返してもいいの静かにさせてこんな私を喜ぶほどのものではない。私にとっては簡単なことだ。